NEC パソコン Windows XP です。もう壊れて動きません。かなり古いやつですね。 Windows XP NEC パソコン、これを処分します。東芝ダイナブック Windows 7ですかね、多分。これも壊れてます。これも処分します。これも Windows XP ですね。モバイルパソコン。これもかなり古いです。確か日本製だったですかね、これ。そしてこれはエプソン。Windows 7ですかね。これも捨てます。まず段ボールの中に詰め込みます。30キロまで、いや20キロまでいけるらしいですね。 NEC の XP パソコンも入れて、東芝ダイナブック、そしてエプソンXP のモバイルパソコン、約10キロぐらいあります。これを段ボールに詰めて、ちょっと上で段ボールで蓋してかさ増しして、もう宛名も何も書かなくて段ボールで蓋をします。もうこれだけで OK です。これで取りに来てくれます。ポイントサイトを開いて、ハタピスですね。これで400ポイントいただきます。1台にずつやれば400ポイントになりますけれども、それではちょっと申し訳ないので、もう4台まとめて400ポイントでいいです。ポイントを貯めるにして、パソコンのリネットジャパンというところで佐川急便が無料で取りに来てくれます。そして今の段ボールを渡すだけです。それでポイントをもらいます。これでも全て処理してくれます。